暇やな。うん、暇。こいつ恋愛ドラマに出てくるやつやろって一番思わせたやつが勝ちで。勝ちてー。ひとしお。あ、坂井さん、この前のやつどうなった？あ、それ総務課に回しといて。え、この前の特集のやつ。あ、幸せ結婚の新妻候補で。このまま回しといて。仕事仕事って。あー、いいなぁ。おるなぁ。おるなぁ。大人の方ね。一個目からパソコン。俺は12月が嫌いだ。イルミネーション。カップル。カップル。カップル。恋愛ってそんなにいいかね。三部。こいつがいろんな恋愛を見ていくパターンもあるかもしれない。ストーリーテラー。なるほどな。可能性もあるけどね。こいつが恋愛するのは先週やった。おもろすぎな。今日も、ホットコーヒー一つ。うん。あ、ありがとう。よかったら今度、スーパーボール見に行かない？本当に？あ、じゃあまた、出ますね。あ、この後なんかその、スーパーパワー手に入れそうな。そう。確かに。これがメインだよ。ピー、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 ピー。あんまりいいと思ってへん人にかっこつけられて。ああ、再現ドラマとかやな。確かに、恋愛物っていうか、踊るさんま御殿とかも。こうして結局二人は結ばれることになったと。ちゃんとその手は離さないでおくんですよ。私みたいに失ってからでは遅いですからね。もう帰ってこないですから。カランコロンカラン。いいね。ストリーテラーだね。デートで映画を見ていて。めちゃくちゃ泣かれたとき。サンマ御殿すんな。普通にサンマ御殿すんな。彼氏の耳くさい。お皿に合わせた。関係ない。ちょっとこれどんなやつかわからんねんけど、なんか恋愛ドラマで見たことある気するからしちゃっていい。まあまあ。なんで俺がこんなことしなきゃいけねえんだよ。なんとなくね。なんとなくね。なんか見たことある。なんか見たことある。なんか見たことあるやつやっていい。ああ、まあまあ、どうぞ。私の借りたい本。全部最初に同じ人が書いてる。見たことある。あるな。なんか見たことあるやつって。まあまあ。お前は今日から俺がいじめてやるよ。おい。なんだ。おい。お前。花より団子より。秋の尽くしやんけ。大丈夫。おい。僕。エルメスさんの。電車男すんな。電車男。いいかね、君。このおじいさんは見たところ体を鍛えてる。それに比べて僕はこのギリガリのパンクだ。そしてこのおじいさんが持ってるスポーツバッグは次のエリガリ。ギリガリ。ギリガリ。ギリガリドラマじゃないよ。ノロム
かわからんけど、ちょっとやってみていい？うん。待ちなさいかな。こんな時間にどこに行くんだ。スカート、なんか短いんじゃないか？おい、かな、ちょっと待て、おい、待て、かな、おい、お母さん、あなたが動くだろ。ああ、いい、ね。漫画、漫画だったら、漫画原作のドラマのかな。サトシ君、この前はごめんなさい。これ欲しがってたキャラクター。これ、見つけたからあげる。この前はごめん。これ、欲しいと思う。あ、サトシ君、ああ、悲しい。悲しいね。お前、やっぱりうざいよ。おい、サスケすんな。サスケすんな。ドラマ化してなかったか。いや、そこじゃないの。ナルトやっただけが。ねえ、ひょっとして、新一？新一？なんだ新一？コナン君が新一から。ちゃんと。あ、新一、新一から電話来た時の恋愛映画の最後。恋愛映画じゃない。これ行かなくちゃいけなくて、そしたらもうあんまり会えなくなっちゃうけど、それでもいい？は、何言ってんの？それ何？これパームとゴム。ごめんなさい、行くところがある。これなんだ？デスノートのミソラナオミ。すごい。すごい。ドラえもんがメロメロになるんですよ。あー、ほんまや。メロメロなってるな。あるなぁ。おい、追わなくていいのかよ。はい、俺の自転車の鍵、明日までには返せよ。はい、これありそうなやつ。おい、おりそうなやつやんなよ。恋愛物に降りそうなやつやんなよ。やったら勝っちゃって。急に本筋に関係ない恋愛の漫画やんないと。